はい、お待たせいたしました。先ほど役員会がございました。総理総裁ご出席のもとで行われたようなものでございます。総裁からはアルジェリアの件について、その対応、あるいは今後の国会が開かれるにあたりましての党としてのサポートについてのお話でございました。その後にそれぞれの発言がございました。私からは河原努先生のご葬儀が自由民主党あるいは党の県連あるいは七尾市の合同で執り行うと明日23日でございます。私が出席をいたします。国会の召集日が決まっておるわけでございまして、当面補正予算の早期成立を期しまして、国会運営には万全を期したいということ、アルジェリアの件につきましては先ほどの会見で申し上げた通りでございます。本日の15時より全国幹事長会議を開催をいたします。これは衆議院選挙の総括並びに参議院選挙への対応が主たる議題であります。その前にそれぞれまだ決まっておらない候補者が決まっておらない幹事長をそれぞれお呼びをいたしまして、私と選対委員長で事情を受けたまらせていただくということを行うようにいたしております。党大会は3月の17日でございまして、そこにおきましては党の運動方針というものを発表することに相なります。その基礎を行うというお話でございます。その他それぞれの方々よりご発言がございました。詳細は割愛をさせていただきたいと存じます。私からは以上です。よろしいですか。はい、産経新聞について違う話を2つ。はい、どうぞ。1点目は昨日も伺ったことですけども、今日幹事長会議ということで、はい、参院選の候補者を早期に選ばれるように幹事長の指示を改めてされると思うんですけども、現時点で全く目処も立ってないという件というのは幹事長の中でどれぐらいあるというふうに思いますでしょうか。逆に31ある1人区の中で今13件候補者決まっていると思うんですけれども、幹事長としての見通しを伺いたいというのがまず一つですね。もう一つは昨日公明党の山口代表が尖閣問題に対して将来世代に解決を委ねる方法もあるということで、事実上棚上げ論みたいなものを香港のテレビのインタビューに対して答えていますけれども、そのことを幹事長はどういうふうに思われますか。はい、全く目処がついていないという件はございません。それはもう公募等々の手続きというところまで決まっておりまして、まだ公募の手続きを決めた段階であるということを表して、全く決まってないといえばそれは数件あると承知をいたしております。ただそういうところにもおきましてもですね、全く何の目処もないわけではなくて、公を平定、そこまでいるかどうかわからないが、これについてはどうなんだろうねというようなところで、かなり絞り込みの段階には入っているわけでございますけれども、公募というのを取っておりますのはそういう方々であるにせよ、各県連の役員一部で決めるということがあってはならないので、そういう方があったとしても公募あるいは党員大会、そういう手続きは踏みたいということでございます。参議院選挙についてはそういうことであります。で、山口代表のご発言はこれは随分昔に遡るわけでありますが、かつて、鄧小平氏がそのような発言をされた、棚上げ論のご発言をされた。しかし日本国政府として今まで一度もその棚上げなるものを是認をしたことはございません。つまり棚上げも何も尖閣は我が国固有の領土であるということについて、国際法的にもあるいは現時に実効支配をしておるということから考えても、そしてまた歴史的経緯からしても棚上げということをする理由がどこにも存在しないということが私どもの立場でございますし、これは日本国政府としても我が党としても何ら変わるものではございません。公明党さんのご発言はそれはそれとして公党のご発言でございますので、そういうご発言があったということは当然承知をしておるものでございますが、今申し上げましたら日本国政府並びに我が党の立場は勝っても今も変わるものではないということでございます。NHK に
今日日銀との政府の政策協定が決まりますけれども、2% の物価上昇目標を盛り込むということですが、その評価とですね、与党として今後どのように対応していくかということになるでしょうか。これは目標を共有するということが確認されることに意義があると思っております。そこへ向けまして、政府そして日銀が協調体制を取りまして考えられる方策を動員するということになる。私ども与党としても自由民主党としてもその達成を目指して努力をしていきたいということにつきます。新技術の岩田と申します。山口代表の発言に関連して戻るんですけれども、こちらの山口代表の不測の事態が起こらないように両国の軍用機が島に近づくことはしないという合意に至ることも重要だという発言もされています。こういった合意をするということはほぼありえるのかどうか、そのあたりを考える。それは山口代表のご発言の前後を承らなければなかなか私として申し上げることは難しい。しかしながら我が国としてこれは固有の領土であるということを申し上げておるわけですし、現に実効支配もいたしておるわけでございます。そうしますと、そういうような空域において我が国籍を持つ飛行機、これは軍用機であってもそうですが、それが近づかないということを申し上げるということは極めて難しいことだと思っております。これ山口代表のご発言すべて見なければ軽々な論評はできませんが、一般論原則論としてはそういうことだと思っております。はいはい。税制改正要望で、郵政グループが申請をしている、会社間の窓口手数料にかかる消費税の減免措置についての見通しについて、すいません、詳細に存じません。その担当の者に聞いてください。はい。